こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。オンラインでの面接の際、一人暮らしの部屋が狭いので背景に困っています。片付けてるつもりではあるのですが、以前オンライン面接をした社員の方から、面接後のフィードバックの時間に背景について注意されてしまいました。部屋のレイアウトを大きく変えるのも難しく、どうしたらいいでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、背景ができるだけ白の無地になるように近づけましょう。まず大前提として背景は白い壁紙が一番良いです。輪郭がはっきり見えるので面接官に自分だけに集中してもらいやすくなります。ただ一人暮らしの部屋はだいたい狭いと思いますので、家具のレイアウト的に白い壁紙を背景にできない場合もあると思います。その場合は3つ方法があります。1つ目、白のカーテンを使うというものです。窓を背景にできそうな場合は、白か白に近いベージュなどの色の無地のカーテンを買って、それを背景にするという方法があります。ただし、窓を背景にする場合は、逆光にならないように注意が必要です。遮光カーテンの内側に白いカーテンを引くとか、そもそも白の遮光カーテンを買うといった方法もあるかと思います。次に2つ目が、白い背景布を使うというものです。デスクの後ろにスペースがある場合は、背景布と背景スタンドを買って、それを背景にするという方法があります。こんな感じのやつですね。Amazon でセットで5000円くらいで購入できます。次に3つ目の方法、こちらは白い布で覆うというものです。どう頑張っても部屋のレイアウト的にベッドやソファーなどの家具が背景に入ってしまって位置を動かすのが難しいという場合は、それらの家具をシーツのような白い布で覆うという方法があります。これは片付けが苦手な人にもおすすめで、面接の直前になって脱ぎ散らかした服や空のペットボトルなどが片付いていないことに気づいたけれども、もう片付ける時間はないし部屋が狭いから寄せておく場所もないという場合は、それらの上にシーツをかけるだけで即席的に面接の準備を整えることができます。以上3つの方法で背景を白に近づけた上で、 Zoom のバーチャル背景の機能の中にあるぼかしというのを使うようにすると、さらに完璧に近い状態になるでしょう。バーチャル背景はパソコンのスペックによっては使用できない場合もありますので、その場合は先ほど述べた3つの方法でなるべく白に近づけるようにしましょう。ここまで背景はできるだけ白でシンプルにということをお伝えしてきましたが、あえて自己アピールできるものを写すという方法もあります。例えば表彰状、トロフィー、ユニフォーム、専門的な道具などを背景に置いてネタにするという方法です。ただし並べすぎるのはごちゃごちゃした印象になりますので、特にアピールしたいものだけ 1,2 種類を厳選して背景に置くことをお勧めします。私自身、白い壁を背景にしながら本を置くというスタイルで動画を撮っています。この程度であれば本が気になって話が全然入ってこないとはならないと思いますし、もし面接の場であれば、その本は何？と聞かれた際に、私が書いた本でしてというふうに自分のアピールに持っていくこともできますよね。そのようなイメージです。以上、今回はウェブ面接の背景について解説しました。ぜひ今回の動画を参考にベストの背景を設定してウェブ面接を成功に導いてもらえればというふうに思いますし、逆に自分の背景ってどうなのかな、面接の通過率が低いという場合は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。